1 8年に発足し7シーズン目を迎えたマージャンプロリーグ戦 M リーグが熱い戦いを繰り広げている参加中の女性雀士12人にマージャンを始めたきっかけや今シーズンにかける思いなどを聞く今回は先月に推しと楽しむゼロからのマージャン入門近代マージャン戦術シリーズを発売するなどマージャンの普及活動にも力を入れる日向愛子が登場する 試合当日のルーティンなどは、対局当日は集中したくて、また気持ちもスカッとしたいので朝はトイレ掃除とかから始まりますね。M リーグは夕方からなので起きてから洗濯、掃除をして、娘と旦那の夕飯を作ってからというのが恒例です。M リーグは他の対局とは違う。やはりチームでの活動になる分、チームのためにも負けられないし、一人のポイントじゃないっていう感覚が強い分、 良くも悪くもプレッシャーは他の試合よりは大きいかなと私の中では感じています。プロを目指すきっかけは、麻雀っていうゲームも知らない状態で麻雀店のアルバイトを始めました。ルールを教えてもらって始めたらなんて面白いゲームなんだと。そのうちにだんだんと自分がどれだけ明確に強くなっているのかを知りたくなってきたんです。プロになってリーグ戦に出て、 どれだけ通用するのか試したくなり、プロになったのが21歳の時でした。チームは22から23シーズンで優勝を果たしたが、昨季はセミファイナルで敗退。チームとしては初めてのセミファイナル敗退だったんですよ。少し肩の荷が降りたという感覚もあったんですが、旦那も娘も私がいないファイナルは見なくなり、ファンやサポーターの方からも、 ファイナルに ABEMAS がいないのは本当に悲しいです。という声もたくさんいただいて、ハッとしたんです。続けて、さらに閉幕式でファイナルを戦った4チームを後ろの段から見守る形になったのが結構、悲しくて。あ、戦えなかったんだ、っていうのを再認識させられました。最低でもファイナル進出、と個人としてもチームとしても意気込んでいます。もうみんなを悲しませてはいけないと、 対局の前には練習をこなしている。M リーグのルールのために、みんなで打って、その都度討論をして、こういうポイント状況ならどうする、とか自分の手と周りの手をどう呼んでいたのかの確認。それ以外だと他の試合を見て、その選手がどういうバランスで打つタイプなのかとかを情報として入れています。一時の母として戦っている。両立も難しいのでは、 ちゃんと両立しているかって聞かれると正直、私もできている自信はないです。まだ手探りの部分ももちろんありますし、でも子供って一人で育てるものじゃないですよね。旦那の協力がうちはとても大きいですが、いい意味でお互い手を抜いていく。自分の中では100点を毎日目指すのではなく、65点、70点を取れていれば、しっかり娘も成長していきますから。 旦那に頼るのも悪いことじゃないですし、そのラインを徐々に見つけてバランスを取っている感じです。続けて、最初は M リーグも子育ても初年度で、なかなかうまくいかなくて毎日メンタルがグラグラしていたんですけど、今はうまくいかないことも受け入れて。いろんなことがあってもちゃんと戻ってこられる場所があるのはすごくありがたいことですね。なので、家族がいてくれてありがたいなって思うことが圧倒的に多くなりました。 娘さんがマージャンに興味を持ってきたら、マージャンはやって全く損は何一つないですから。頭の回転も速くなるし、コミュニケーション能力も上がる。いろんな面でプラスがあるので、むしろ子供もやった方がいいと思っていますね。数々の伝説的な上がりがありますが、ご自身で印象に残る東杯は、見てくださっている方は役満とか大きな手を上がったことが印象に残ると思うんですけど、 私的には負けた時の方が印象に残っています。うまくできたかなという局面で覚えているのは、チーして転廃して最後のツモで積もったんですけど、あえて上がらずに。みんなが脳天だと読んで、子から300、親から500点を取らずに、脳天バップの1000点ずつを取りに行ったのが結果的に正解だった時ですかね。ちゃんと場を読めていたので練習してきてよかったなと思えた場面でした。 M リーグ、ABEEMAS のファンへメッセージを。今年はなるべく長く戦って、皆さんを悲しませないのがテーマです。またマージャンの普及にも力を入れています。年齢も性別も関係なくどなたでも楽しめるのがいいところ。つい最近も旦那方の祖父母の実家で私の娘を膝に座らせて4世代でマージャンをしたんですよ。こんな風に素敵な交流ができる。 ABEMAS ファンじゃなくてもぜひ、M リーグを見ていただいて、推しの選手でも、麻雀が好きでも何でもいいですので楽しみを見つけてもらいたいですね。人生の中での一つの楽しみだったり、彩りを添えてくれる競技なのでいろんな方に知ってもらいたいです。M リーグを少しでも見て、ぜひハマってください。